滝キノリは日本のフィギュアスケート選手。大阪府三島郡島本町出身。小学1年児より空手を習い、スケートは小学4年の9歳の時から始めた。目標とする選手は宮原里子である。趣味は料理、ダンス、空手。2015年全日本ジュニアフィギュアスケート選手権に初出場し17位となった。 2016から2017シーズン、全日本ジュニアフィギュアスケート選手権では、ショートプログラムで6位、フリースケーティングでは8位、総合で6位となり、全日本フィギュアスケート選手権への推薦出場を獲得した。初出場となった全日本フィギュアスケート選手権では14位。初めての国際大会となったババリアンオープンでは、ショートプログラムとフリースケーティングともに2位。 総合2位となった。2017年5月27日、炎の体育会 TV スペシャルにコーチである小田信成と共に出演した。2017から2018シーズンは初めて ISU ジュニアグランプリシリーズに出場し、第1戦ブリスベン大会でショートプログラムフリースケーティングで共に3位、総合3位となった。その後近畿ブロック選手権で優勝し、 西日本選手権を経て全日本、ジュニアフィギュアスケート選手権に出場。ショートプログラムで5位、フリースケーティングでは、トリプルアクセルに果敢に挑戦し、転倒してしまったものの総合7位となった。2018から2019シーズンは、ISU ジュニアグランプリシリーズの第2戦、リンツ大会に出場し、ショートプログラムで8位、フリースケーティングで6位。 総合8位入賞という結果になった。近畿ブロック選手権では、ジュニアの部でに連覇を達成。その後、浜田義江コーチのもとへ移籍し、関西大学、KFSC に所属。西日本選手権を経て、全日本ジュニアフィギュアスケート選手権に出場。ショートプログラムで14位、フリースケーティングで17位、総合16位となった。その後、12月末頃に、 軽骨疲労骨折が発覚し、一度は回復したものの、翌年の4月に、再び疲労骨折をしてしまい、半年間滑れない期間が続いたようだ。2019から2020シーズンは8月の、全大阪で復帰戦を迎え、近畿ブロックフィギュアスケート選手権では、ジュニアの部で3位入賞し、西日本ジュニア選手権への出場権を獲得。西日本ジュニア選手権では、 ショートプログラムで3位、フリースケーティングで10位、総合7位で全日本ジュニアフィギュアスケート選手権への出場権を獲得した。コンビネーションジャンプでは、トリプルフリップからトリプルトーループ、ダブルアクセルからのトリプルトーループを得意とする。3回転アクセルの習得を目指しており、点灯しているものの実戦でも挑戦している。フィギュアスケート今季期,期待のジュニア女子選手、前編。 http://www.tvguide.or.jp スラッシュフィーチャースラッシュ kisandcrv スラッシュ20170525スラッシュ01とと html 小田信成さんメドベデは選手滝野理子選手のフィギュア軍が体育会 TV で炎の3番勝負15歳滝野理子が トリプルアクセルに実践で初挑戦2017年5月6日日韓スポーツフリーに進出できず、ありがとうございます。